はいどうも、キョチンです。はい、今回もですね、毎日僕のやつやっていきましょうということで、昨日終わったんじゃねえかって、大思いの方がね、いると思うんだけど、今回はちょっとしたね、検証になります。検証、検証ね、噛みました。まあね、使い古されてるネタっぽいんですけれども、幻、いや、恐怖の32日目っていうものを検証していきたいと思います。まずね、こちら31日、エンディング迎えましたね。ちょっと泣いてしまいましたが、こちらをね、クリックしていきます。ここまでは普通です。ここでね、 いろいろなこう思い出をね見ることができるんですよね。振り返ることができます。おあラジオ体操カードね。あーこれね。調べちゃんのリボン。結局持って帰ったんだよね。で、この昆虫とかね。あこれは生きてるんだ。えこれが逆にちょっと怖いぞちょっと。<laughs> 僕くんが持って帰ったっていうことでいいのかなタコもね、全部無事あげきりました。そしてエンディングを見れるんですけれども、ここからが本番です。絵日記。 はい。ここではね、過去の日記をこう振り返ることができるんですけど、こちら8月31日の日記。みんなみんなさよなら。みんなみんな頑張って。みんなみんな大好きだよ。僕くんかな僕くんが地球をこう抱っこしてるようなね、抱きしめてるような絵日記になってて、非常に心温まるようなね、絵ですけど、とあることをしていきたいと思います。まず、戻るに、カーソルを合わせます。そして、上ボタンを押します。はい。わかりますか ないはずの伝統のところにカーソルを合わせることができるんですよ。そしてお休みと。これは危険な匂いがプンプンしますね。では、クリックします。はい。あ !8 月31日。今日は何にもない素晴らしい一日だった。いやいやいやさっき書いてたじゃん。みんなありがとうっていう日記に上書きされるかのように <laughs>。何にもない一日の。 日記が書かれましたはいじゃあここでクイックしましょうかはいええいや空の家バイバイしたよどこでえ <laughs> ちょっと待って <laughs> えああセーバー死んとこ怖いからねはいうわおあ,あえ僕ね本当初めてなんですよ見るのえおはようございますえ 怖っ。ちょっとこの時点で怖いよ。えいやいやいや何これいち、ええいやいやいや。え昨日、出て行ったんだよ、僕くん。なんで戻ってんのちょっとちょっとちょっと、調べちゃんとの感動の別れはえ忘れ、ええいただきますがない。 かよいやーこれか噂に聞いてた、はあ、ちょっと待ってちょっと待って,待ってまずここ冷蔵庫見ようかあチョコレートがあるねのら印しし牛乳え飲めないあ飲めるわあびっくりした ふは。ーいや、ここまでは普通だね。ちょっと待って、まず、みんないないんだけど。あれちょ,いいちょっと待って、いろいろ調べていいちょっと待って、ゾクゾクする。ちょっと待って待って。ゾクゾクするぞ。ま、あい,いや、この辺、ま、後にしようか。えああ、待おばあちゃんとかどこにいんやあれあれ出れない。あれちょっと待って。<laughs> シールド。ちょっと待って。ロックされてるよ、これ。 テリトリーが、あれそういうことか。マジか。あ、トイレも入れない。え何もできないってことか。あ、時間は経つ。お兄ちゃん。お兄ちゃんはいる。え、出れないね。ちょっと待って。お姉ちゃんいんのかな あ、ここ上がれる。あ、上がれた。ちょっと待って待って。あ、クリックできないですね。どこにも入れない。あ、入れた。え、えこんな椅子ってあったっけえあったっけこの椅子。 クワガタは一緒だあだ引き継がれてるこいつらは同じ次元に迷い込んできたのかああ虫も引き継がれてるとこっちから出れないのかなあ出れるあ出れたお。こっち行けるのかなあえええ俺ボクんのお父さんの車あれあこれちょっ <laughs> なんだこれ異次元ロック。なにこれ閉じ込められた異空間に。ちょっと待って <laughs> そこにいるやん、お父さんの車。ちょっと <laughs>。何よ、これ。閉じ込められた、完全に。えーっと、待って。まず誰もいないのかなあ、いない。調べちゃんもいない。優作いるかな あいないちょっとこれ壊そうかそ<の>うわなんだか夜中のうちに落ちちゃったみたいでさえ<っ>もうちょっとガンジンなんだけどな <laughs> ちゅえどこにいんのあれちょっと <laughs> ちょっと, <laughs> ょっと <laughs> 次元の裂け目にいるよちょっと <laughs> サイズ感もおかしいし 下半身を壺の中に入れてんのかなちょっと待って待って待ってえちょっと待ってよちょっと待ってよえどういう世界観あ,あそうだガッツとかに会いに行ってみようか結局話すこともなくね最後はこう来てくれたんだよなガッツとかファットメガネオオカミ娘とかいんのかな基本的に うわいるえいることが逆に怖いわ。なんでいいんだよ、お前ら。学校はどうしたんだよ。ちょ待って、虫相撲普通にできるってことうわ、できるわ。戦えるかどうか試してみましょう。はい。よしいけあ、普通に戦える。なるほど。これは、えー、っと、29日の時点での、 虫のあれなのかな感じなのかなあ、普通に虫相撲はできる。よ、ちょっと待って、なんでお前らいるんだよ。ちょっと会えて嬉しかったけど。<laughs> あの、狼娘に会いたいっていうか、なんだろう。一人の感じがすごく強い。一人ぼっち感がすごく強いんだよ。みんないるんだけど、なんか変な感じするんですよ。あれっていうか、夕方にならないね、全然。 ずっと昼ななんかなええいけなくなってるしなんでだよえ今日8月えあカレンダー31も×にしてやるよ今日は何月なんだよえちょっと怖っ音がなくなったよ 全くの。えうわちょっと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 ダメだってそういうのああ落とした。うわあ、こわびっくりしたー。なんで橋がなくなってんだよ。じゃあ、ルーラーで帰ろうか。八ルーラーで帰ったらおばちゃんが出てくるはず。おばちゃんに会いたい。よしおばちゃん、出てきてくれいでよおばちゃんおばちゃんだけが頼り。 おばちゃんはいるよね。あ、いたー。ああ<や>よかったー。残念だな。僕クくんが気絶している間に<ー>みんなで美味しいものでも食べちゃうと思ったのに。よかったー。よしよし。あ、降りれる。降りれるよ。あれ、有策いる。<ー>あ。 ねえ、怖いよな、剣謀なんか。なんかおかしいよな。なんか変だよな。えなんでいないんだよちょっと。えおい優作おいおかしいだろう どんな技使ってんねん、こいつ。なるほど、ワープ、えちょっと <laughs> おいええ喋れへん。マジか。おばちゃんには喋りかけられんのかなよし。よし僕くん、今日の番組は何 なんだろうあれあれちょっと待ってフリーズしたちょっと<笑><笑>まさかのフリーズかいはいというわけであのね誰かに話しかけたらバグルっぽいのでちょっとね今日は今日で 一回日記が書けるっぽいので、なぜかね、昼の段階で。あ、入れないわ。なんだよ、これ。あーもうな、時間が経たないと入れないのか。これ何回かこうやってたら入れるのかな。あかん、あ、入れた。えー、っと、開かずの扉みたいになってんじゃん。えー、っと、ここで、一回、絵日記を書いてみたいと思います。なぜかね、また就寝できるんですよ、昼なのに。 8月なんかもうクーラー日おいええー、8月なんかバグってる確かに何もなかったけどはい夜になってるしはいえー、今日までの出来事メモリーうわー現実世界にも影響を及ぼしてきた これ以上続けたらやばい気がするけど。あ !8 月33日か。8月33日ですね。はい、また普通に目玉、お普通にいるよ。何事もなく、8月33日が始まりました。えー、昨日までいなかったのにさ。 また一人かなうーんじゃあいただきますちょっといただきますさっきまで普通やったやんえごち,そうさ、ま、ちょっとらべちゃんの目、ま、ていうか優作の色よ <laughs> っていうか萌え姉ちゃん上半身吹っ飛んでる <laughs> ルローニケンシンの薄いさん状態おばちゃんも体が透けてるていうか僕くん <laughs> お前機械だか頭どうなってんの だらけになってんのてかちょっと待ってよこれ何よカオスやんちょっと待ってよちょっとちょっと <laughs> おいあ出れるわ顔がちょっとちょっと優 <laughs> 作完全に青だったよね 相変わらずいない。<あ>うわぁ文字もおかしい。僕くん君が顔がやばい。おじさん存在消えかかってるよ。調べちゃんとかが一切いないんだよ。うわぁ、これがちょっと怖くなってきた。これ絶対、うわぁちょっとちょっと これだよ。えー人体損傷してる足の。メッキがどんどん剥がれていってる感じするねう。うわ。ここさ、もうクリックするはできないんだよ。じゃあちょっとガッツとかに会いに行ってみようか。ガッツとかにこの状態で会いに行って。なんかね、話しかけたらバグりそうで怖いんですよ。はい、来たぞ。ガッツ。 今日はなんか、いといてほしい。いるんだろいるんだろお、うおお前らどうした頭が。顔とか。ファットに至ってはこう、リアル北斗の剣の雑魚キャラみたいになってんじゃん、ファット。虫相撲はできる。バグりそう、なんか。あー、バグったかな。ね、虫はバグらないと。その辺面白いね。うえー、もう、じゃあ一回帰ろうか。 あ、ここどうなのここ行けへんのかなあ、行けなくなってる。あ、行けるあ、行けるよ。こっち行けるよ。え、ちょっと待って。こっち行けるってことは、どうやって帰るんだろうあ、虫ルーラーでしか帰れない。あ、いろいろ調べましょうか、この際。怖え。あ、 スーパードライねうんありがとうなんかこれで心が言えたような気がする音がしないんですよ全くもうねその辺が怖いんだよああっちだらけだ顔がよしよし おっしゃ来た。よし。よし。ちょっと待って。さっき繋がってなかったよね、あそこ。だけどこっちから行けるっていう、この矛盾をどう、どうしてくれるどうなるんだあ、あ、おーいるえまた来てたのちょっと待って。いるぞ狼娘がいるぞ いるぞこっち,だおいあちょっとお,おかしいだろ <laughs> おえ何でそっち飛んでんねテントもないし <laughs> もう待ってやん <laughs> なん今のつかの間の喜びやわあ釣りできんのかな釣りあできるんか これは普通にできるっぽいね。あ、音がなくなった。魚もビビって来ないよね、これ。<laughs> あれあ、ミスった。ああちょーと、ちょっと、ちょっと、ちょっと待って。なちょっと待ってよ、これ。 なんて形容したらいいのこれ。ちょっと待って。<laughs> 頭に釣り竿刺さって死んでるんだけど。<laughs> じゃあ、下半身ないし、ちょっと、僕の息してる。え消えたよええ手ぶらに。ちょおーえ <laughs> ちょっと待って。<laughs> 川の上を、湖の上を、歩けてる。え何これマップの概念がなくなった。ずーっと奥に行けるわ。 ちょっと何これ <laughs> えー、うわこれ永遠に奥まで行けるよ。そういう力を得たのかな脳天にこう、釣り竿を刺したことによって、新たなる力が生み出された。これ多分ね、こっちでさ、虫網持った状、とかなんかね、持った状態で移動するんですよ。そしたら消えるんですよ。で、ここで手ぶらになったら、 こうマップのこう概念とかがなくなるんですよなるほどそういう技があったのかこっちに行けると <laughs> 空も飛べるはずブンと異空間を歩いてますねこれデジモンワールドこう思い出しますね我は神の力を手に入れたなんかれ虫はいるのかな何<も>いないのかないるかなやったお いたわ大クワガ、クワガタかなあ,あ、メス。これ虫は普通にいるんだよな。クワガタとかカブトムシね。これ虫による侵略なんじゃない <laughs> 本当に。知らず知らずのうちに脳を虫によって虫ばまれてたと。虫だけに。いや、本当に。そういうオチなんじゃない虫帝国ですよ、本当。はい。タコあげれるお、あげれる。おし。 普通にあげれるね。懐かしい。あ、たこあげ。あ、できるやん、普通に。あ、できるできる。もう自分の頭みたいなものをあげてるけどさ。<laughs> ちょっと。優作が出てくるまでちょっと待ってみようか。そして優作がもう消えかかってると。存在自体が。MP 使い果たしたな、やっぱり。あっ太ももが,もが脳みそと太ももないよ。ちょっと待って。 <laughs> ブルーマンみたいになってるあバグったあうわーバグったはいというわけでもう一回8月33日から始めたいと思いますここでもう一回日記を書いてみたいと思います入れあ入れるねよしああ来た来た なんか、すごいな。えー、ここで、日記を書いてみたいと思います。う今、上がバグってたよ、一瞬。えー、えー、何これちょっと。えー、何あれ僕くんが頭いかれたのかなやばい日記じゃん、これ。えどうしよう。うわバグった。 はいなんか33日で日記バグるのでもうね33日からロードしたいと思いますロードで始めますはいここからが進まないんだよなあれじゃあいただきますいただきますえ普通になってるえー、何これえちょっとごちそうさまでしたごちそうさまでしたごちそうさまでしたえみんなが戻ってきてるよ えなんでちょっと待って待ってええまさか現実世界にあれいない優作に会いに行こうか優作あいないちょっとまさか嫌な予感がするあいかあ触っちゃダメあその棚は作りが悪くてちょっと,ょっと待って 位置的には33日に現れた時の位置で、体は32日の時の体。え、なんだこれテレビはどうやろうあテレビの音が鳴らない <laughs> スクワットをできるっていう <laughs> え。じゃあ、早速日記を書いてみましょうか。はいうわそうね、上がバグってる。ええー 今度は何もないよ、丸だけ。ちょっと一回さ、これ。過去の日記も見れるのか。これ32日ね。で、31日。あ、見れる。30日。あ、見れるね。ああ。じゃあ。あれ。あ、おえ戻れないと待ってよ。<笑><笑><笑>なんでやねん。なんで戻れへんねん。ここで日記書いたらどうなんだろうっていうか。 31日で二日記変えたら。また32日に戻るループえやってみようか。はい。おいその後バグった時の音やんおばちゃんがいた。おばちゃん。こ二2日目の、1日目は、ね、話しかけたらバグりましたけど、どうなんでしょうか ?2 日目。お 今あ選べるえ何これ <laughs> 選択肢がないぞこここれは何て書いたのかも分かんないもん晩飯食うなってことですかじゃあこれいやいおばあちゃん体ないよでも晩ご飯になったらこのゲームはバグるのではいというわけで日記書いてみましょうかまあこれ以上無理かな、まあ、最後の挑戦はい うわーもうなんだよこれおい気が狂るあもう絶対あかんわこれなんなんこのはいそんな感じでどうあがいても33日以降ね 進むことができないんですよね。で、ネットとかを見ると34、35。36ぐらいまでいけるっていう情報もあるんですけど、なんかね？様々な条件によって変わってくるのかなと思いました。僕が今使っているハードが小型型のプレイステーション2なんですよね？ これが初期のプレイステーションだったらもっと進めたりできんのかなと。なんか他の方の YouTube も今見てみたんですけど、だいたいね33でみんな止まってるんですよ。だから34まで本当にいけんのかなっていうのが、うん。情報あればお願いします。まあね、内容的にはね、本当に <laughs>。 カオスでしたね <laughs>。噂通り。まあでも個人的にはね、結構楽しめましたし、まあ面白かったですね。まあこれに関してはね、いろいろネットでね、憶測がいろいろあるみたいで、なんかね、僕くんがパルプンテを唱えて閉鎖空間に迷い込んでしまって日記を書いてしまったとかね、いろいろあるんですけど、僕的にはね、虫帝国説を提唱したいと思いますね。はい、というわけで今回は僕の夏休みの32日以降を検証してみたでございました。 けまあ、本当にね、さっき言った通り結構面白かったので、皆さんもね、良ければぜひ体感してみてください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ評価もよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。